こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、うちの第12子ねねちゃんが今生後10ヶ月になりましたが、ストローをやらしたことがなくて、実は赤ちゃんってね、ストローの練習ってさせない方がいいんですよ。知ってました？はい、なぜ赤ちゃんはストローの練習させない方がいいのかという、そこの、話に触れていきたいと思います。頑張れんでいいで、適当でいいで。はい、よくね、乳児期も後半6ヶ月以降なんて離乳食とか始まってきたら、みんな赤ちゃんグッズの売り場でマグ、赤ちゃんのマグマグっていうんですか、こう取っ手がこう両方にこうついててね、で飲み口のとこが最初哺乳瓶の乳首みたいなのがついてるんだけど、次スパウトって言って、ちょっとこう平らなペチャンとしたような哺乳瓶に近い吸い口でも、こう丸っこくこう円柱状になってなくて、こう平べったいスパウトっていうこう吸うやつ、はい、それがついてて、でこれがステップ1なのかな。でステップ2が、その口のとこだけこう変えるんですけど、ストローマグなって、で最終的にそれを全部外して、こうコップとしてこうやって持って、赤ちゃんこうやってコップのみでね、こうやって飲めるようになるっていう、こうステップ1、2、3っていうね、踏みながら徐々に飲む練習をしていくっていうので、赤ちゃん売り場にはマグっていうのが売ってるんですけども、口腔機能を考えた時に、その口腔機能の発達とか、そういう嚥下機能の発達とかっていうところを考えた時には、実はね、そのマグっていうのはあまりよろしくないんですよね。いや、使っていいんですよ、いいんですけど、ストローマグっていうのはあんまりおすすめはできないんですよ。いや、使っていいんですよ、便利だし、ね、両手こうやってつかめて飲めて、まあ、ストローもできたらね、外出先とかでこうデーってこぼされるよりはね、ストローできるようになったら、外行った時にすごいこうママたちが楽に子育てができるっていう部分はあると思うんですよ。だからこれはケースバイケースで使ってもらっていいとは思うんですけどね、便利なグッズだしね、別にマグを否定してるわけではないですよ。ただね、そのストロー飲みっていうのはあんまりこう積極的にやってほしくないなというところがあって、はい、それはなぜかというとですね、おっぱいとかミルクを飲んでる時代の乳児の赤ちゃんの口の中の使い方っていうのはね、この唇より前に舌をベーって出してきて、その舌でおっぱいをギュッと絡み取って、で舌をこう波打たせながらね、だから飲む時、飲み込む時に唇がおっぱいをこう加えた状態になってて、で舌がもう前に出ちゃってて、唇こう半開きの状態で嚥下飲み込むんですね。これがミルクとか母乳を飲んでる時代の赤ちゃんの舌の使い方なんですよ。だから飲み込む時に、この舌は下顎の方にくっついてます。意味わかりますか？じゃあこれ普通に飲み込む時ってどうでしょうね。皆さん、自分がこう物を食べて飲み込む時って考えてもらったらわかると思うねんけど、物を飲み込む時、ごっくんで飲み込む時って、ベロの下の位置ってどこにありますか？これ唇より前にベーって出てる状態で物を飲み込めますか？飲み込めませんね。はい、で舌が前に出て、しかもこの下顎の方に舌がくっついてたら飲み込めないでしょ。飲み込む時って舌ってね、こう上顎の方にグッと挙上、上に上がるんですよ。でしょ、やってみて、ごっくん、唾液飲み込むでもいいや、上顎の方にくっつきません？下が、はい、これが成人のね、このね、大人、成熟した大人の嚥下の方法なんですよ。その赤ちゃん乳児期のミルク母乳の頃の嚥下の方法と、大人の嚥下の方法って違うんですよね。だからいつまでもね、おっぱい飲ましてたらね、ダメですよ。1歳過ぎたら断乳とか、1歳半過ぎたら哺乳瓶使ってたら歯並びに影響するから、もうやめないとお母さんみたいな話ってよく聞くと思うんですね。これって結局、その、口腔内の口の中の発達、舌の発達、嚥下の発達、あとは
うん、まあ歯並びもそうですし、あと発語言葉とかっていうことを考えた時に、赤ちゃんたちになる早めにその大人と同じような嚥下の方法っていうのをできるようにならないと、だから飲み込む時に常にこう唇が半開きの状態っていうのは、これは唇の力もついてこないんですって。で歯が生えてきた時にこの唇の力がないもんだから、歯がこうふえーんって開いてきちゃったりとかで、舌をこう前に出すっていうことは、この歯と歯の間から舌をグイーってこう出すことになるので、こう歯がこう歯の字になっちゃったりっていうね、そういうことがあったりとか、いろいろこう歯並びにも影響してくるっていう、そういう意味合いで1歳過ぎたら断乳してねとか、哺乳瓶1歳半でもやめないとねっていう風なことになるわけですよ。はい、だから口腔内の発達発語、うん、そこら辺を考えた時にはこのね、1歳までに断乳、1歳半までに哺乳瓶やめて、まあ確かに理にかなってると思うし、その通りやなとは思うんですけどもね、うん、でちょっとストローの話に戻りますけども、口腔内の赤ちゃんの発達っていうことを考えたら、6ヶ月を過ぎたらストローの練習ではなくって、そのおっぱいミルクを飲む、舌を前に出してっていう、その舌の使い方から次のストローを超えてね、段階をそこ踏まずにね、コップ飲みの練習をさせた方が絶対いいんですよ。はい、コップ飲みってね、舌の使い方だから全く違うわけ、成熟型のその嚥下方法になるのでめっちゃ難しいんですよ。赤ちゃんにとってハードル高いんですけどね。でもね、そうはいえね、6ヶ月過ぎた赤ちゃんたちに普通にコップをね、この下唇のところにこうポンとこう触れさせてあげて、ほんでこうコップをキュッてこう傾けてあげたら、器用に意外と上手に飲みますよ。うん、飲むんですよ。で最初の頃はね、こうやって舌こうやって当ててあげたらね、そこにこう舌をベーって伸ばしてきて、あ、それじゃ飲めないよっていう哺乳瓶とかミルクの飲み方と同じような舌の使い方をしてくることはあるんですけど、もうストローをすっ飛ばしてコップ飲みの練習をさせてもらった方が、こう入ってきた舌で巻き込んで口半開きではなくて、コップ飲みの時は入ってきたものを舌を上にグッと上げてごっくって唇を閉じて飲み込むっていうね、そういう練習になります。でストローっていうのは、舌が前に出てくることはないんですけど、中にグッと入ってるんだけど、これもイメージしてください。ストローで吸う時の感じの舌、口の使い方イメージして、舌は前には出ないよね、ミルク母乳を飲む時みたいに引っ込んでるけど、でもこう、ストローが舌の上に乗っかってるから、この舌自体を上顎にべちょっとくっつけた状態でゴクッと飲み込むことはないですよね。ストローを挟んでるから。はい。これはミルク哺乳瓶の飲み方の舌の使い方とはちょっと違うけど近いんですよ。でそれをね、知ってしまって、赤ちゃんたちにストローを便利だからこぼさないからっていうことでストローマグっていうのをあまりにもこうやっちゃうと、それはそれでせっかく哺乳瓶やめたのに、せっかく母乳やめたのに、結局口腔内のその発達を阻害するよっていうことになってくるんですって。なのでね、ストローはね、練習するにしても、これはもうコップ飲みっていうのがしっかりできるようになった2歳以降にストローは練習してねっていうのが多くの歯医者さんたちの見解みたいですね。はい、ストローって飛ばしちゃっていいんですよ。だからストローなんてものは、その練習させてこうトレーニングさせてもらさせて、ようやくできるようにならなければならないものではなくって、ほっといてもね、勝手にできるようになるもんなんですよ。でだからできたからっつってあえてそればっかりっていうのも違うし、極力もうコップの方がいいしっていうので、まあねねちゃんがストローできることは分かったんですけども、これから先も私はねねちゃんにあえてストローを勧めるつもりはもうとありませんし、もうコップで頑張って練習してねーって。でまあでもね、時と場合によってはストロー必要な時ってあると思うんですよ。そうやって保育園でストローを使ってリンゴジュースを飲むとかあるからね。それに関してはその口腔発達に影響するんで、歯並びに影響するんで、嚥下のやり方が学べないからストローはやめてくださいとかは思いません。そういう機会があったらそれはどうぞやってくださいと思うんですけど、そうじゃなくて家でね、あえてストローっていうのはやらん、別にやる必要もないし、はい、2歳超えてからでええんかなと思うので、このお家の中にストローなんてものはございませんで、これからも行こうと思ってるんですね。はい、で赤ちゃんが
例えば母乳とか哺乳瓶はすごいそこに執着したりもしますよね。口腔発達っていう観点、発語の観点、ね、歯並びの観点、そういうところから視点を持ってくるならばやめた方がいいよっていうのは、それはその通りだなとは思うんですけど、でも立場によってね、その口腔歯科、そういうあの歯医者さんの立場での意見っていうのと、私たち助産師の立場の意見っていうのはまだ異なっていて、はい、口腔内メインで考えたらやめた方がいいよね。だけどその赤ちゃんのじゃあ心の発達はっていうところを重要視する助産師からしたら、いいんじゃないの、そんな律儀にそんな1歳1歳半でやめなくてもそのうちやめるよみたいな指導になってくるし、どっちが合ってる間違ってるでもないと思うんですね。立場が違うと指導の内容も変わってくるっていうことなんですよ。だからあのお口のことだけを考えたら、早くね、あのミルク哺乳瓶母乳を飲む、その舌の使い方、唇の使い方ってやめた方がいいんやけども、1歳ぐらいでね、やめた方がいいんやけども、やっぱその赤ちゃんの心の発達っていうところ、私やっぱり助産師なんでね、考えてあげたいなーって思うわけですよ。だから物事っていうのはバランスやし、そのさじ加減やと思うんですね。あの偏った一つの立場だけで見たらこうやけど、でもこっちの立場から見たらこうやから、でその2つを天秤にかけて、じゃあ自分の場合は、うちの子の場合はどの辺で OK にしようかなっていう妥協点を探していくっていうのがね、あの賢い子育てなんかなっていうふうに思うんですね。ストローを教えてしまって、そのストローじゃなきゃ嫌なのって赤ちゃんが言ったならば、この心の問題考えた時に、その知ってしまったストローを奪うっていうのも難しいなってなるけども、ストローはあえて親が練習させて教えへんかったら、子供たち知らないし、そこに執着することってまずないと思うんですね。哺乳瓶とかおっぱいは執着するけど、執着しているものをやめるっては難しいけど、執着の方向にわざわざ持っていかなければ、執着がないストローに関してはやっぱり早いうちから教える必要はないですよね。はい、っていう風に思っていますので、今ねねちゃんは10ヶ月ですけども、ストローは、家ではもうやったことがないし、あのすずにできるでっていうことは教えてもらって、そうなんだって思いましたけど、これから先もする気はなく、でまあマグ便利だから両手で持って飲めるからね、でもマグでストロー外してスパウトも使わず、コップでこぼしながらこうごっくんって舌を上に上げて、ごっくん唇を閉じて飲む込むっていう、その練習を、はい、頑張ってねーと私は思っています。ということで、一般的なマグのメーカーとか、まだ今いろんなとこにも、いろんなサイトにも書いてあるかな、ステップを踏んでコップ飲み赤ちゃんにハードル高いから、あのマグを使う時には哺乳瓶の乳首から始まって、スパウトを使ってストローを使って最終的にコップだよって書いてあるもの多いけど、このストローとコップっていうのは逆転にしてもらった方がいいかなというふうに思っています。12人目産んじゃいました、助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。笑顔で子育て応援したくて作っちゃいました、バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで適当で